ここ相模湖。いやいや久しぶりです。訪れるのは何年ぶりでしょうね。もうあまりにも久しぶりすぎて、この相模湖のイメージとはね、多分かけ離れたところがあるんではないかなと。ただカバーはね、非常に多かったイメージがあります。ですからその辺につく魚、まあポストの時期ですけどね、いいやつが必ず出ると思いますんでね、がっつりその辺の相模湖らしいカバーを攻め抜いていきたいと思います。日が出始めたことでカバーのシェードが明確になってきた。沢村は正確なキャストでルアーを打ち込んでいく。結構こういうね、レイダウンっていうかオーバーハングとも言うかややこしいじゃないですか。普通に上から打つにはちょっとカバーきつくて、スキッピンも入れにくくてっていうね、こういうとこってあんまり嫌がって総じてあまり手かけられないような場所なんですよ実は。だからフィッシングプレッシャーってね、割と低めのカバーですね、この手のやつは。ややこしければややこしいほど、だからこういうところを丹念にやっていくと取れる確率ってね、ぐっと高まるんでね。とにかく突っ込めですよ。で、上から落とすよりもある程度こうスキップしやすいやつで、今ラインは14ポンド使ってますけどね、落としていった方がまあまあ入れやすいといえば入れやすいですよね。で、魚も取りやすくなるんで。規模の大きいオーバーハングほど奥にバスが潜んでいる可能性は高くなる。それゆえ奥までルアーをプレゼンテーションすることが重要になってくるのだ。さらにボートを下流へと進める沢村。満水状態でオーバーハングが形成されたストレッチを探っていく。よっしゃ。うわ。うわ。でかい。でかい。おお。よし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 。いい魚だ。ほら。いや、カバーに絡んで14ポンドあるからね、全然平気。うん、ほら。オーバーハングの下に潜んだバスはナチュラルに動くルアーに躊躇なく口を使った。フィネスルアーはハイプレッシャーな状態で特にその威力を発揮するのだ。いい魚だよ。うりゃ。風が出てきた。メインレイクの後部の入り口に巨大なレイダウンを見つけた。キャストは極めて困難なシチュエーションだ。こうクヌギをもうがっさり切っちゃってるんだよね。それがもう全部倒れ込んでいい感じになって、すごくね、魚寄りそうなんだけど。規模が大きなレイダウン。しかも周辺に何もない状態で独立し、さらに後部のマウス部分に位置している。バスがついている可能性は高い。キャストにも期待がこもる。よっしゃ。うわ、出てこい。出た。今思いっきり絡んだよ、木に。出た出た、よし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 、でかい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 、ふぅ、こい。おお、いやー、
最高。いやナイス4ジャップ。いい魚だ。ポストのオスって感じで、これはあナイス4ジャップ。いや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 、このねクヌギの切り倒された状態のここ、いかにも美味しそうでしょう。レンジはね、まあ1メーター深くて2メーターいってないでしょうね。そんな感じです。ワンナップ魂オフセット、スルスルスルっと落としてって、ポール中にコッと入った、そんな感じですね。ありがとう。いや、あのぶっとい木にね、今ガーッて合わせてからギュッ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 って絡んでね、いや取れないかと思ったけど、ラインは10ポンドです。10ポンドあればとりあえずあの魚でも抜けてくれるね。ポロッ。カッセ橋を通過し、ブッシュ帯へとボートを進める。かなり入り組んだカバーが姿を現す。ここは相模湖でも有数のヘビーカバー地帯だ。まるでマングローブのように入り組んだカバーにキャストする沢村。いかにカバーの奥までルアーを入れ込むかが勝負を分けそうなスポットだ。いるいる、奥にいる、超ややこしいとこにいる。いや、アウトサイドじゃないんだろうなって思いながら打ってて、やっぱりインサイドの方ずっと見てて、尻尾がちょろっと見えるんだよね。一発勝負、ミスキャストは終了ですわ。これあそこだよ、あそこいるいる。よしよしよし、わっしゃー、うわー、ナイスフィッシュだこれ。よし来い、よし来い、よし来い。あー最高の夕方。イエス、あー綺麗な魚だね。うら、ブリブリ、イエス。いや釣れるじゃない、カバ。いやでも今のよく出てきたよね。あれもう絡みまくってたもんね、枝に。いや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 、これ8分の1のワンナップ魂のオフセット。まあまあ、あそこまで突っ込みは取れるかなって感じなんだけどね。いや素晴らしくいいところかかってるよ。ほらトレーラーはティムコさんのベイトフィネスクローブですか。いやほらブリブリ、すっごい綺麗な魚だよね。イエス。今回こうね、全域を回ったというわけではないんですけど、まあ要所要所をご覧いただいた限りで、カバーきついじゃないですか。あの冠水したようなね、植物も枝がこんなややこしいところがあって、今回もいい魚取れてますよね。コンディションもいいし、すごい引くんですよ。そこでやっぱりある程度軽いものを嫌えない糸をセレクトして丁寧に打ってってあげる。それがやっぱり今回ね、ご覧になっていただいたように枝に絡んだけども出てきてくれる、そういう釣りはね、この相模湖の場合に絶対に必要になってくるんで、嫌えないためにやっぱスピニングではなかなかね、奥の奥へ突っ込んでってカバーに絡んでっていうところでは取りきんないっていう場合もあるんで、相模湖リザーバーね、かなりそのベイトフィレスとしてのアドバンテージは大きい湖だと思いますね。
まずはやっぱり610ですね。岸での釣りももちろんなんですけど、やっぱりある程度こうカバーが絡んでて、ラインも14ポンドとかね、12ポンドとかある程度太いところでもって入れて出したいってなった時に、やっぱりこう長さとロッドの強さってね、ある程度欲しいんですよ。まあ、入れていくそのルアーのウェイトも今回は 2.7g、 1/8オンス、まあ、2.7 と 3.5g が中心だったんで、まあまあまあそのぐらいのウェイトのものでトレーラーをつけてあげると610がちょうどこうキャストしやすいっていうウェイトなんですね。やっぱり入れていくルアーのウェイトをしっかり背負いながら、カバーに対して引きずり出せるって、そういうパワーを持ったっていうところでもって、今回は610っていうのを一番僕はメインにして、皆さんにもこの辺をおすすめしたいところですね。次にやっぱり外せないのは63です。これもどこ行ってもすごくこう僕の中ではもうお助けの一本になってくれるんですけどね、ある程度のウエイトのあるものも、まあ、5グラムぐらいがちょうど中心になるんですけども、それ、ちょうど前後、まあ、4から6、7ぐらいまでのウエイトのものを投げて釣っていくのにちょうどいいんですよ。でラインもね、やっぱり10ポンドぐらいで持って、そこそこのカバーも耐えられるぞで、そういう竿ですよね。だからスピニングの代用としては、ちょっとスピニングのミディアムクラス、今までの、ちょっと持ってるセレクトの中では、強いタックルをイメージしたところで63っていうのがベストなところですね。そしてやっぱりこう幅広く釣っていこうとするときに、まあ、ネコリグの非常に軽いものだったりノーシンカー、これをカバーに突っ込むんではなくて、アウトサイドもしくはフォールで釣っていくっていうときに、そのコンディションコンディションで、ね、必要あるときないときっていうのはもちろんありますよね。そのスピニングで釣っていくようなそのスローコンディションのときに、いやこれちょっとライン細いところでやばいなっていうところでもって、6ポンド、7ポンド、8ポンドを使ったこの62の同じようなルアーセレクトをして打っていける、そんなセレクトですね。